ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2022年4月13日水曜日の早朝になります。早朝です。ベルが鳴り、収穫作業です。キジトラさん、お仕事ですね。あ、遠くで雷が鳴っております。使用時間開始でお仕事になります。ユニバーサルベーシックインカム支給です。今朝の監修は4万人入っております。平日の今日は水曜日ですかね。すごい入ってますね。キジッターでまたキジとしたんでしょうね。キジトラさん、すごい集客力を持ってますね。 SNS のキジッターです。トリウムシのフリーエネルギーだ。早朝からトリウムシのフリーエネルギーが来ました。あ、雷が落ちる。トリウムシのフリーエネルギーです。皆さん痺れています。やばいですね、これはね。あ、雷が落ちましたね。トリウムシのフリーエネルギーはもう止まりません。ナスさん、ピタバニさん、七夕さん、みんな痺れて黒焦げになっております。あ、雷が落ちましたね。トリウムシのフリーエネルギー、まだまだ来ますね、この状態だとね。また雷が落ちました。トリムシのフリーエネルギーです。キジトラさんも黒焦げになってキジトラ柄になってしまいましたね。チャトラだったんですけどね。トリムシの高周波、これも嫌な音ですね。耳に来ます、高周波コイル。あ、雷がトリムシのフリーエネルギーがまた来ました。落ちましたね。監修もやばいですね。お、なんかエレキがしますね。あ、森村氏と清水氏の違法海賊電磁波まで来ましたね。電気溜め込んできたのか。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波だ。これもやばいですね。もう止まっちゃいましたね。鳥海氏が森村氏へ攻撃です。フリーエネルギーですね。鳥海氏と森村氏が喧嘩をしております。トリウムシのフリーエネルギーの雷が落ちましたね。トリウムシ、森村氏と清水氏に高周波攻撃です。千葉君からモールス信号、ノラクロさん警報ですね。ギョロリー、後ろを気にしながら警戒です。あ、お立ち台降りてしまいましたね。キジトラさん、今日のお話はここまでです。キジ白さん構成ですね。いつものように元気に朝の配達へ行きました。ちょっとしびれているようですね、キジトラさん。皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。